茅ヶ崎で結婚相談所を営む夫婦を切りつけ男逃走中神奈川県茅ヶ崎市の住宅で先ほど男が夫婦をカッターナイフのようなもので切りつけ、車で逃走しています。今日午前10時半前、茅ヶ崎市炎蔵の住宅で来訪してきた男に家人が切りつけられたと通報がありました。被害に遭ったのはこの家に住んでいると見られる夫婦で夫は額を切りつけられ、 妻は首を切りつけられたということですが、いずれも命に別状はないということです。警察によりますと、夫婦は住宅で結婚相談所を営んでおり、相談予約をして家に訪れた男が、いきなり玄関で切りつけ、車で逃走したということです。現場にはカッターナイフの刃のようなものが落ちていたということです。男は年齢60代前後で、身長は170センチくらい。 緑のズボンを履いていたということで、警察が傷害事件として男の行方を追っています。